やハロー、こんばんは。はい、現在8月22日の午前2時30分ですね。はい、今日もアニメ見てます。まず、マギアレコードセカンドの4話見て、過激少女8話でバリバリ涙腺いかれまして、はい、で今感想書き終えて、今からですね、今テレビで録画追っかけ再生で、東京リベンジャーズ20話ですね、見ていこうと思います。ちょっと配信待ってられないので、はい、いただきます。 CM はちゃんとあの今カットじゃない、飛ばせるようにしましたんでね。はい、自己紹介。僕はマジライド芸人ハマーと言います。瓶に乗ってジャグリングしながらハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界で唯一の技の持ち主。テレビには25回ほど出ております。で、この本の著者であり、現在40歳、芸歴15年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて主に子供たちの前でショーしてますが、現在コロナの影響で1年半ほどイベントがなくて貯金切り崩して生活してますが、かなり減ってます。なので家にずっといます。そんな中アニメにめちゃめちゃハマりまして、約1年5ヶ月で、およそ410作品見てまいりました。で、気づけばアニメリアク職人となり、リアクターやってますが、リアクターとしてはでかいハンデがありまして、もともとここは僕が一人暮らしをしてたワンルームの家ですが、2017年の9月に東京に住んでたうちのおかん、いろいろありまして、向こうで住めなくなり、さらに、一人暮らしも困難になってしまって、うちに来ました。で、世帯主は僕なので、家賃、光熱費、更新料とかね、僕が当然今も払ってます。で、食費と他は払ってくれという約束のもと、母はうちに住んでます。ですぐ横で寝てるんで、声まともに出せません。で、基本的にいてる間は撮影不可能というね、状況の中でやってます。アニメリアクターをほぼ不可能な、ね、状況でやってますけども、僕やればできる、諦めない、これを伝えたくて主に子供たちの前でショーしてますんで、会社員辞めてね、パフォーマーになりましたんで、今はねアニメリアクター本気でやってますんでね、仕事がほんまにないんで、なので、気合と根性でアニメ見て工夫を凝らしながら、リアクターやってます。ここへでもリアクションができるぞ。はい、ということでね、今これを見ていただいて、やればできる、諦めないと感じ取っていただければ幸いかなと。僕の再生数を見てください。ゴミクズですからね、普通な心折れてやめてます。それをずっと続けてますんで、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、であとはね、僕の本職を知っていただきたいので、概要欄に、ホームページ、SNS、各種 PV など載っけてますんでね、ぜひ見てください。はい、子供たちがね喜んでる姿めっちゃ可愛いですし、僕のね世界唯一の技をぜひご覧ください。お願いします。では行きましょう。東京リベンジャーズ第20話です。いきます。3、2、1、スタート。ほんま、カズトラはほんま腹立つ。そう、バジがね、選手を一回も出てこんかったんちゃうかな。そんで、カズトラが汚い方法でマイキーをね、やりましたからね。そう、これは汚い。そう、敵は殺すとか言った、敵は殺す、それが英雄とか言ったな。そう、人を殺すのは悪者でも敵を殺すのは英雄とか言ったな。何を言うてんねんと思って、いやほんまにバグっとる、これは。そう、兄貴を殺したのか、じゃねえ。そう、これね、チョンボだけ、これはすごかった。
これは半端ないね。かっこいい。このマイキーはかっこよかった。これカズトラを殺してしまうのをタケミッチは阻止せなあかんのですよね。このマイキーはやばい。あんだけ、あれマフラー感かな、頭と疲れてた。すごすぎるし震えてるな。まあそりゃそうやな。頭蓋骨折れててもおかしくないしね。あんな、誰やこれ。わ、うわ卑怯やな、ほんまに卑怯やぞこれは。これ300対150やもんな。ハンマー打たれ強いな。タケミッチが行くんかな、マイキーを。あ、はい、オープニングです。毎回言ってますけどね、これ自分で勝手にマイキーの兄貴殺しといてね。でしかも自分に有利な証言をしてくれて早く出てこれたマイキーをお前のせいで閉じ込められたか何とか言って、バカたれちゅう話です、ほんまに。で敵を殺すのが英雄だ、タケミッチも何言ってんだよ言ってましたけど、ほんま何言ってんだって感じですよね。腹立つ。ちょっとオープニング聞きます。合わせますんで。合わせます。よし。はい、じゃあ CM 飛ばします。はい、いきます。A パート。3、2、1、スタート。やばいね、マイキー、これ。
バジバジはバジ。おお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 、キサキやキサキ来た。はあ、忘れてた、キサキおったわ。そういえば、キサキはバルハラのトップじゃなかったんや。ほんな、これ誰？あ、おー、だいぶ前やん。どういうことや、仲間じゃないのこれ。思うつぼや。なるほどな、キサキ。ドラケンまで信じてるな。人生やり直せるならキサキを殺す言うてたのに。これやばいぞ。お、バジだ。おお、バジか。おおおお、バジ、バジがキサキをやったぞ。バジこれ熱いな。あ、でもそういうことなん？そういうことなの？キサキを狙ってた。そういうことやね。あ、そうかそうかそうか。これどっちなのこれ。どっちやねこれ。バジはどっちなのマジで。お、違うよか。お、
言えばバチドン。おお、容赦しねえぞ、言うた。やってみろ、なったな、そらなるわな。10秒。8、7、6。どうした？5、4。殺され止まんねえ。3、2、1、0。あれ？あ、タケミッチがいった。おお、タケミッチがバジに行った。泣いてる、チフユが。殴れないか。ベオハッグや。ん？そう、バージを殺すのはカズトラやろ。あれ、おらんぞ。カズトラおらへんぞ。お、え、むちゃくちゃやカズトラ。あ、CM やな。はい、じゃあ合わせます。はい、じゃあ行きます。3、あ、これだ、 B パートですね。はい、 B パートです。はい、3、2、1、スタート。むちゃくちゃしようなカズトラ。いや、もう刺されてもうたぞ。え？え、刺さってなかった？どっちなん？何を言うてんねん、バチがいけないんだって。え、刺さってない？さっきをやる、黙ってみとけ。止めたな、止めたな。
ああ、竹道が木崎を潰すのか。あ、ほな千冬と竹道で木崎をやるのかな。なんなん、馬術はなんかあんの、木崎に。マイキーを頼む。おお、やっぱあんなあれか、マイキーのためにバルハラ入ったのか。50人対バージ。そうか、50人いんのか。バージが髪をくくる姿初めて見るな。上等上等。50対1。ファイナルファイトみたいになってるやん。もう一気に4人やったぞ。強っ。ハンマに電話しとんな。お、マイキーか。誰？お、バジか。後ろから来たやん。かっこええな、バジ。めっちゃ強いぞ。めちゃくちゃ強いな、バジ。終わりかな、もう時間的に。え？え？え？やっぱりナイフ刺せたんか、バジ。おお、血吐いた。バジが血吐いた。やっぱりナイフ絶対刺さってたな、あれ。死ぬんかな、バジ。え、いや、マジか。やっぱりあれかな、ナイフ刺さっとったんかな。ちょっとめちゃめちゃになってきたな、これ。どっちなん、バジバさんの。やっぱキサキとマイキーを頼む言うてたから、やっぱりそのキサキをやっぱ探るためにバルハラに入ったっていう解釈でええんかな、これは。
やっぱその地冬が、一瞬ちょっとね、なんて言ったっけ、容赦しねえぞかなんか、そんなこと言った後にね、やっぱり、バジさんを殴れねえっていうのが、まあ、地冬とバジの関係性っていうのが、なんかね、よくわかるというか。で、今最後にやっぱ血吐いたのは、多分ナイフが刺さってたんでしょうね。あれはだから我慢しとったところかな。刺さったまま。そのダメージが来て口から血がはーっていう状態かな。やけど、カツトラホンマ何をしてくれよるんや。あんなん殺す気満々だと刺しませんしね。あいつみたいに誰だっけ、だいぶ前に出てきた思った。はい、ご覧の方、全力でお送りしました。はい、終わりです。誰だっけ、容赦なく、ね、神社の前の高層八三高層だっけ、なんだっけの時に誰だっけ刺しとった、ドラケンを刺した、まあ、ちょっと忘れましたけど、まあ、とにかくね、カズトラはもうめちゃくちゃや。もう今一番嫌いなキャラかもしれない。いろんなアニメ含めて、今見てる中でカズトラ一番嫌いかもしれません。ほんまに。舐めとる。うん、いやー、で、バジどうなんやろ、これ。ご心配やなぁ。えらいとこで終わったんで、マイキーもあれは、どうな、気絶してんのかな、ずっと。キーも心配やし、で、キサキの仲間やったはずの黒マスクがバルハラ。だからやっぱキサキはバルハラにも当番にもどっちにも所属しとるってことですね。所属というか、その前に誰や言うてた、チーフ愉快言うてた、バルハラのその頭のないトップはキサキやないかと。で、今当番におるから、だけ顔のない天使かな、なんか そんなんでしたね。死んでまうんかな。そのバジが死ぬのだけはちょっと勘弁。もうそうなったら一番終わりですもんね、タケミチが。バジが死んでしまうと、まあとにかく気になる終わり方でしたね。とにかくもうキサキも腹立つけど、カズトラも一番腹立つ。すいません、取り乱しました。はい、ということでですね、東京リベンジャーズの第20話でした。どうもありがとうございました。よかったらですね、高評価とかチャンネル登録などいただけると嬉しいです。はい、以上、マジラジオ記念浜地さん、どうもありがとうございました。それでは失礼します。